そして小野寺のディフェンス注目、きっと川村につくことでしょう。そしてアレックス・カーク、アルバルク東京から加入をしてという選手になります。非常にムードメーカーでもあります。そして森井選手の存在も非常に効いていた昨日のゲーム、サンスティールも印象的でした。ファストブレイクに絡んだ松崎裕樹、アジア競技大会そしてワールドカップでも同じようなシーンでトラベリングが鳴るシーンがありました。ここは川村のスリーをスコットがオフェンスリバウンド、ディープスリー、ユトフ今日最初のフィールドゴールの成功。ガーラムをかなり起点にしている印象はありますが、ここもユトフが見る状況。カーク、カーク強い、今野からサイドのミスマッチ、ダーラム、ダーラム決める。両チームともに交代を準備しています。横浜はオリバーが準備、もう1枚今出てきました。岸本後ろを見てきた、パスフェイクからアタックでレイアップ、確認したいですね。一発のスクリーンでした。須藤のスリーは、あ、2ポイントです。おお、バンクショットが決まっています。ロング2ですね。そうですね、2ポイント、いいスローインデザインでしたね。うん、なんとかボールを落ち着かせました。須藤光也、スコットのピックを使って決める。今村に対して須藤、両チームの30番スイッチしています。オリバー寄せる、今村難しいショットになるが、うわー、ブザービーター、うわー、ダンショットですか。横浜にオフェンスの時間を残さないようにしたと。今村、おお、決める。川村のところは小野寺が見ていて、縦に割ってくる、うわー、M1。小野寺3つ目ですか。あ、そうですね、振った手が前で少しゾーンに苦しんだところもありましたので、まあ、その経験を糧にして崩していきたい。牧、2分の2スリーポイントを決めています。今村、スクリーンを使ってバウンズパス、ダーラム強い、 N1。 川村選手になっていますね。今村フローター決めた。しつこくスクリーン使って時計も動かして松脇から外、カール球よ、ブザービーター。レギュラーシーズン最終戦でこういったところが効いてくるかもしれません。ただ最後のショットはブザーの方が先ということになりまして、70対88、琉球ゴールデンキングスがゲーム2は取ったと。